コティホロウシコ。コティホロウシコは、ウクライナの民話に登場する、主人公、遠藤から生まれた、不思議な力を持つ男の子である。またその主人公とする、昔話の題名である、日本の桃太郎と類似性を持つ、コティホロウシコについての民話は様々であるが、どのバリエーションにおいてもドラゴン退治の場面が、物語の中軸となっている。 典型的なコティホロウシコの民話では、コティホロウシコは、ドラゴンに子供を奪われた夫婦の間に誕生したと、される。夫人は、川で洗濯していた時、道を転がっているエンドを見つけて、それを食べる。その後、夫人は男の子を産み、その男の子に、コティホロウシコという名をつける。男の子は瞬く間に成長し、人並みは、 ずれた、強大な力を持つようになる。ある日、コティホロウシコは、ドラゴンに奪われた警視を救うことを決意し、そして、カジヤにドラゴンを倒すための鉄の棍棒を作らせ、ドラゴン退治に出発する。旅の途中で、コティホロウシコは、ベルヌイ・ホラ、ベルヌイ・ドゥーブ、クルティブウスという三人のコサックの魔法使いに出会って、友達となる。この三人は、ドラゴンとの戦いでコティホロウシコを助け、 コティホロウシコはドラゴン退治に成功する。エンドは、スラブ人の神話や民話に、しばしば登場する植物である。農業社会にとってのエンドは、生命力、肥沃、繁栄を象徴している。特に東、スラブ人の文化において、エンドは、世界の誕生を祝う大祭や多産を祈る、結婚式などで用いられる。 ポコティホロウシコ、コティホロフトも、ありがとうございます。